はい、今回はメルセデス・ベンツの C クラス、現行型の W206 の、車両の紹介をしてみたいと思います。この車種は2年ほど前にね、モデルチェンジされたと思うんですが、一つ前のね、W205 と比べて、雰囲気が結構変わりました。まずね、全体のこの雰囲気見ていただけたらと思いますが、まあ典型的な、フォードアセダンというようなね、形状なんですけれども、非常に、スポーティーというか、よりまあデザインがね、軽やかになってるかなというような、そんな感じがします。タイヤはね、まあこれも冬ということでスタッドレス履いてるんで、純正とは違うんですけども、こんな感じのね、雰囲気です。まあ細かいところを見てみると、このグリルのところがね、まあこのベンツの3ポインテッドスター、こんなようなね、デザインになってます。そしてこれはあのグレードがね、AMG ラインが搭載された、C200 のアバンギャルドっていうね、モデルになってます。そしてこの、ヘッドライトのところが、以前のレーザービームライトから、今デジタルライトとかね、いうのになってると思います。まあ、照射範囲とかね、その辺が非常に視認性がいいライトというようなね、感じだそうです。全体的なデザインは、どうでしょうね、まあ、S クラスを小さくしたというようなね、そんなようなふうに言われる場合もありますけども、以前の W205、あれのねデザインが結構ベンツらしくてね、個人的にはあっちの方がいいのかなとは思ってたんですが、この W206 もね、まあ現車を目の当たりにするとね、結構いいなというような、そんな感じはします。値段が結構ね高くなってしまったということで、この、C200 アバンギャルド、オプション込みでね、確か700万ぐらい、結構ね、あの高額になってしまったなというような、そんな感じでもあるんですが、まあ、この C クラスも、そろそろ普及してきたということでね、まあ、程度のいい中古とかそういうのもね、あの出回ってきてると思います。内装に関してはね、こんなような作りになってます。シートは、以前のね、W205 と比べて結構形状が変わりました。実際座ってみるとね、肩周りが結構広くて、余裕があるというか、そんな感じでしたね。あとシートの座面も以前のものよりクッション性が良くなったというかね、座り心地が良くなったような気もします。中乗ってみますと このね、あのディスプレイのところが、まあこういうメーターのクラスターがなしのただのディスプレイになっているというような、こんな感じに変わりました。それと、まあ、このセンターコンソールのところに大きなモニターがついているというね、こういう形になってます。エンジン始動してみますと、こんなような感じでね、まあ、当然これメーターの、ね、ディスプレイはいろいろ変えれるようになってます。表示がね、ナビとかサービス内容全体をこのように表示させるとか、ナビにするとかですね、まあこれあのクラシックの表示ね、まあ中心のところにこのような表示をさせるとか、こういうこともできます。スポーティーの表示とか、
これはちょっと変わったね。ジェントルとかいう、こういう表示ですね。この辺の切り替えはね、以前のモデルでもできたと思うんですが、より一層いろんなね、操作ができるのかなというような、そんな感じです。あとこの大型ディスプレイのところにはね、まあいろんな表示ができるんですけども、まあ、タッチパネルになってるんで比較的、直感的にね、操作はしやすいのかなというような、そんな気はします。そしてあとはですね、まあ、見た感じだと物理スイッチってのが全くないので、まあ、この辺好みとかね、そういうのもあるとは思うんですが、まあ、小さいスイッチを押すよりは直感的に、まあ、操作ができるということで、これに関してはね、まあ、慣れの問題もあるんでしょうが、意外と使いやすいんじゃないかなと、そんな気はします。あとデザインに関してはね、まあ、以前のね C クラスと比べてちょっと安っぽいんじゃないかなと、そんな風に思えたとこもあるんですが、実写を目の当たりにすると意外としっくりしてるなというような、そんな気はします。ステアリング、これ AMG モデルだと思うんですけども、ここのグリップが以前のメルセデスよりも太くなったなというような、そんな感じはします。あとまあシフトに関してはね、使いやすい、まあ、この右側のところに、まあ、ギアの切り替えといいますか、モードの切り替え、あとここにパドルシフトもね、左右についてますんで、その辺は、まあ、メルセデスらしさというか使いよさとかね、そんなところがあると思います。収納に関しては、こんなような、ね、感じですね。この辺もよく考えられてはいると思うんですが、まあ、サイズに応じて、ドリンクのサイズに応じてね、この辺が変えられるとかね、そんな機構になってます。あとまあ、ね、この吹き出し口のところ、まあこの辺もね、まあ、以前のメルセデスのね、形状を踏襲しているというような、そんな感じです。後部座席は、まあそんなにねさほど違いはないと思うんですけども。まあ、私の運転席のポジションで、まあ、広々とねしてるので、この辺は、まあ、普通のセダンよりも広く感じるかな。前の W205 よりはスペースが広くなったような感じもするので、まあ、このシート形状が結構変わったというのと、あとホイールベースもね、こちらの206の方が長くなってると思うので、その辺はまあ室内の、広さに貢献してるのかなというような、そんな感じはします。後ろから運転席の方を見るとね、こんな感じですね。それとリアのねトランクリットオープナーが、まあ、足を入れるとね開くというようなね、そんな機構になってます。この辺のトランク容量もね増えてると思います。あとシートを倒すにはね、ここにスイッチみたいなのがあるので、ここを押すと、まあ、このように広く使えるというね、そういう機構があります。後ろのシートを戻すにはね、電動ではないので、ここは手動でね戻す必要があります。この辺がね、3分割になってますけど、
4対4対2みたいなね、そんな感じだと思います。トランクを閉めるのもね、足を下にかざすと閉まるっていうな、こういう感じですね。それとエンジンに関しては、もうカバーがね、されてるのであんまりわかんないですけども、この C の200に搭載されてるエンジンは 1500cc の4気筒、それに ISG というね、マイルドハイブリッドみたいなね、気筒になってます。実際運転してみると、スタートの出だしがよくって、とても 1500cc とは思えないね、そんな走りがします。機能的にはこれ、前の機種のね、W205、あちらは 1600cc に、BSG というね、モーターアシストついてたんですが、そのベルトドライブの、ISG からそのミッションの中に組み込んだ、モーターというかね、それ ISG というような、そういう機構になってます。出だしのね、感じがモーターアシストされるので、重い車でも結構、加速するなというような、そんな感じはしました。ただ高回転まで回して、それじゃ加速力がね、増すかと言われると、その辺に関してはやっぱりその 1500cc なり 1600cc のエンジンなので、そんなにパワフルというようなね、感じはしないと思います。あくまでもその、ストリートの様子におけるその出だし加速みたいな、その時をスタータージェネレーターで補うというね、そういう機構だそうです。はい、それではね、現行型の W206 の C クラスの、車両紹介でした。ご視聴ありがとうございました。